レディロ公園やってきました。アルカラモン工事中です。石川。Por aquí se está más fresquito, Santi.何の花でしょう。知らない花かな。あ、黄色の黄色くもあるね、これ。それも真ん中の雌しべ。真ん中のそうか。あ、だから花びらはね、こう一枚一枚切り切りしてるのが。真ん中に黄色いのが。はい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 。本当だ。後だらけ、日陰に戻ろう。教会が見えてます。結構大きな教会だね、これね。入ったことないやつ。お、なんかいっぱいお花が咲いてるよ。まあ、写真を撮るには日が当たってそうかな。よく咲いてる、満開だね。すごいね。この辺り、レティロ公園の一番北の方です。前回のレティロ公園のビデオでは通っていないところです。本当はね、セミが寝てるね。関東ではセミって言うんだ。セミが鳴いてる。セミが鳴いているそうです。関西ではセミが鳴いてると言います。これ日本でいう、なんだろう、アブラゼミに似た感じの声かね。かな、よく言うからね。
木陰は気持ちいい。お、違う声だね、こっちはね。また。おー、ほんとほんと、すごい、セミの声。おー、すごいすごい。以上。ああ、日向は暑い。日向は暑いです。もうそこやろ。ね。よいしょ。うん。これも入るでしょ？地下。あ、地下に入り口やったかね。パイサヘエンラコリナ。アルジンデルムーンレティーローがいいんだけど、なんか長いことね閉じていた部分がつい数日前だと思うんですが、直して、入るようになったというので見に来ました。この一角です。小さな滝になってます。周りをぐるっと回って見てみましょう。白い紙には何やかいたのかな。このピュール当たるのなるほど、家にお花が植えてある。まず植えてみる。よいしょ。この下の方にいるじゃんじゃないかな。多分なんとなくそんな気がするけど。とりあえず上行ってみるか。マジってね。セミと鳥がなんか合唱してる感じね。鳥が見宿るってやつでしょ。ニラドルっていうのはこっから中を見下ろすってこと？なんことないね。見えないね、木ばっかりね。うん。いやこれミラドルって言われてもちょっとみんなびっくりするよね。これ覗き窓だよね。外が明るくて何も中を覗いても何も見えないじゃんこれ。全部映ってるからね。夜なんかもうちょっと見えないですよね。何にも見えないこれじゃ。鏡になってしまって。うん。なんかもう一つですね。ここからの眺めはいいわけではなく気が茂ってるんで。あ、しんど。さっさと降りるとしましょう。暑い。うんうん、なんかの撮影やってる感じだね。
ああ、そこが入り口かと思ったけど、なんか閉まってるね。じゃあここじゃないね。じゃあぐるっと後ろから回ってみる。いや、どこから、どこかから入れるようになってると思うんだけど、入れないのかな。うわ、すごい並んでる。まあ、せっかく来たからこれぐらいの、これぐらいの列だったら並んでみよう。よいしょ。本当これ日陰でなかったときついものになるけどね。この山の下に、山の地下っていうのかな、に入れる入り口がありますから、この程度の列だったらちょっと並んでみます。ワンちゃん連れ多いわな、公園だからね。ワンちゃん連れは入れないわけだ。なるほど。モントラニアルティシアル。オープン一冊だから、なんかやっぱ新しい感じがするね。マスク持ってこなかったけど、ほこりは大丈夫かな。涼しい。これが上の窓ね。何も見えなかったな。グルタ・アルティフィシアル、人工の洞窟。もともと展示会場としてこれ作ったんだ、1887年に。長いことでもね、なんか廃墟のように閉じてあったよね。まあね、昔のこれ通路ね、そのね。昔はかなり暗かったのか、ちょっとした電気と、あとはちょっとした明かりというようなものだけでしたけどね、あってもね。1968年。この奥はみんな行ってるけど、特に何もないから帰ってきてるね。本当にさ、ほどがり。まあ、昔を覚えてるね、じっちゃんばっちゃんとかはね、ああこんなのあったんだなって感じだろうね。これはそこに滝の裏だね。
でもなんか見えるって言ってもこんなわずかだね。なんかもうちょっとこう見えるように窓を大きくできなかったのかね。なんか階段があるみたい。みんな降りてるよ。なんか下にちょっと降りられるだけやけど、なんでみんな。でもあそこ降りたからってさ、何もないわけでしょ。行こうか。もうちょっとこう滝がね、あと見えるようにガラスの部分をさ多くしてくれたら、この滝の裏だったね、きっとね。この滝の裏が見えたら想像しますが、まあ上のあれはすごいやっぱ明かり取りになってると思うけど、上から下は見下ろせないな、何も見えない。これさっきのとこ分かんない、水がそうじゃないよね。別のもう一個映ろうかな。77% もあるやっぱりね、えすごいね。 19.4 度、 77% 2本ぐらいあるんじゃないですか、湿度。いや、なんかやっぱり 汗がさ出てくるもん。あそこも出口、これぐるっと一周したわけ。汗引いたんだけど、なんかこう、なんやろ、このやっぱり湿度、77% の湿度っていう、我々が慣れていない高い湿度は、なんか、まあ、お肌はしっとりとしてますが。行ってみましょう。外が暑いかったら別にやっぱり外の方が湿度がないから、空気はぬるいけど、やっぱりはるかに何て言うか顔があっても乾いてくる。中にいたら顔がなんかじとーっと濡れてるで。 77% だとやっぱり、出てきたら一気に乾いてくる。ここは閉まってるね。9時から10時なんか書いてあるけど、俺より全然強いもん。マルケだな、昨日は大事だね。これサルーやで、これサルー、マドリーサルー、アテンションだよ。
違う。ビーナスって書いてあるから動物病院で。ああ、そうやね。ビーナスだよね。ワンちゃん、ワンちゃんたちが具合悪くなったら。あそこ、あそこ見に行く？なんかやってんの？みんな裏は嫌でもらうけど。撮影やってんの。うん、いや今までこう工事現場みたいにさ、サックされてて汚い感じだったからものすごく綺麗になったよ、これやったね。だって入り口の2つぐらいがあってさ、公園に入ってきたらいきなり汚い感じで、うん、サックされてたから、ずっと 最初の印象がいや終わっちゃったみたいだね、撮影は。あ、まあまあ、でも炎天下であったんかな。おぉ、すごい。三石道路。うん。完全にこれはもう、跡だね、跡。礼拝堂、教会跡。この三石道路のあれもなんか読んだことあるけど、説明多少は覚えてないわ。完全でもロマニコだね。うん、ほぼ何も残ってない。これであっち行ってしまうと、もう何回も通ってくるところだから、もう一回ちょっとこっちの方戻って、違う道から行ったね。なんかこう行ったのもだいぶ前だけどな、もうな、 YouTube では流してないかもわかんないね。いやー、セミの声がやっぱり入ると夏ですねって言うんだね。船だね、船の先っちょはね、不思議な生き物とともに、周りがもう草だらけで見えない、なんか妙にフラメンコっぽい。こういう曲が鳴るとさ、もう完全に著作権引っかかりますね。喋り続けないとこの曲を書き消せないという大変な任務を背負ってしまいました。うるさいっちゅうね、これ。
まあ、いったな。このマイクに手を当てて、ボート乗り場です。マルセロ・デ・ストファのピンカード、イーグルシダ、サリーダ、カルチャーセンターです。今日は一体どんな展示があるでしょうか。ノートカール、スコアとかそしたら絵は触らないけどさ、やっぱりだいたいこう近代技術が多いな。こう来るとだいたいこうで見送り合う作品というのは明るくていいけど、この展示ルームにあったようなこの明るさの作品、おたまじゃくしみたいな。すごい蛍光色やね。この同じようなお名前が書くんだよね、この手のアーティストって。じっちゃんもぐるっと一周して、なんかそのお部屋によってはさ、飾っておくといい感じだね。いやあ、あったかい時間になってきました。日陰を歩いてれば問題ないんですが、日向は暑くなってきました。いろんなところからいろんな音楽が流れてくる。あっち行くとね、もう前回のビデオでも歩いていくから、今日はこっちから行きましょう。日向、暑そうです。日陰に入ります。